日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さんお元気ですか？日高のり子です。いやー、すっかりと涼しくなってまいりましたね。私もね、夜寝るとき長袖長ズボンのパジャマに変えました。でね、最近なんですけれどもね、気づいたことがあったんです。私ね、夏の間に、長袖長ズボンのパジャマのそのズボンだけを使ってたんですね。で、上は半袖の T シャツを着て、半袖 T シャツに長ズボンという形で、パジャマのね、長ズボンを使っていたんですけれども、夏の間そうやってズボンだけずっと使っていたら、ズボンの方だけ色が褪せちゃって、この秋になって上下パジャマで合わせてみたら、上が濃くて下がね、なんか薄めみたいな感じになってしまって、それが2着もあって、なんだかちょっとね、残念な気持ちになってしまったという、そんな感じで秋を迎えております。皆さんはお元気でお過ごしでしょうか？さて、今週から始まりましたクズ悪役の自己救済システム、日本語吹き替え版ご覧いただけましたでしょうか？あっという間に終わっちゃうね、あれね。ほんと短いキュキュッとなったね、物語なんですけれども、私は今回システム役ということで、出演させていただいております。で、この物語がすごく変わっていて、オタクの人が、自分がですね、なんて言うんでしょうね、読んでいた小説にツッコミを入れていたら、その小説の中の悪役として生まれ変わってしまったみたいなね、そんなお話から入ってくるんですけれども、すごくなんていうのかしらね、そのアニメーションっていう括りなんですけれども、なんか立体的なんです、キャラクターがすごくね。だから私にとっては今まで経験したことのないようなテイストの、アニメーションだなと思って、参加してるんですけれども、システムというふうにね、役を聞いた時に、あ、もう本当にすっかり私って、そういう機械音声というかシステム音声というか AI のキャラクターが身についたなっていうふうに思ったんですけれども、今回の、クズ悪役の方のシステムは、サイコパスのドミネーターと比べるともうちょっと柔らかいイメージということでね、とても楽しくアフレコさせていただきました。すごく面白い仕上がりになってますので、ぜひご覧ください。こちらは BS11 で土曜日の22時から、そしてワウワウは水曜日の24時から放送となっております。各配信サービスでも順次配信中ということですので、ぜひどこかね、見られる環境のところでチェックしていただければと思います。それから NHK 教育テレビの歴史を彩ってきた懐かしい子ども番組をアンコール放送している E テレタイムマシンという番組があるの、皆さんご存知ですか？そこでなんと2001年の作品「集まれじゃんけんぽん、バケルの小学校物語」が今オンエアされてるんですね。で、私転職は声優の中でもちょっと人形劇のね、項目のとこで書いたんですけれども、ヒュードロ・オキク先生というそのお化けのね、学校の先生役をやってるんですけれども、皆さんおはようございます、私の趣味は綺麗なお皿を集めることとかって言ってる感じなんですけれども、これ見たらね、2001年でしょ、だから今から22年ぐらい前のものなんですけれども、私の声がね、若い改めて聞くとね、やっぱり若いんだなって思った。そんな風に思ったんですけど、すごく懐かしくて、だけどね、共演者の方たちが、主人公ののびろくんを織笠愛ちゃんがやっていたりとか、で、お天狗さんをですね、富田康生さんがやってらしたりとかしてですね、すごくキャストも豪華だったりするんですね。すごく面白いので、ぜひご覧いただければと思います。初回の放送が10月13日金曜日16時10分からということだったんですけれども、再放送が10月16日月曜日15時半からということで、11月10日まで4話アンコール放送されることになってますので、どこかのタイミングでね、ご覧いただければというふうに思います。私の若い声を聞いてくださいいやー、ほんと何なんだろうね。でもね、ふと思ったんです。あの頃、そのヒュードロ・キク先生をやっていた2001年の頃っていうのは、私が例えば
サイコパスのドミネーターの声であるとか、今回のクズ悪役のシステム音声であるとか、今放送中のドッグ明日へのカルテのアニエーゼとか、ああいうなんて言うんだろうな、大人の役の声が出したくても出せなかった時なんですよね。私声が高すぎるってこう、洋画の方の現場に行くと言われてしまったりとかして、もうちょっと大人っぽい声にならないなんて言われたりとかしてた時期だったりするんですけれども、なんでしょうね、今思ってみるとこう得たものがあるとちょっと失ったものもあるっていうかできることは今の方が絶対に増えてるからいいんだなって思いますけど、いやでも本当久しぶりに聞いてね、まあ、私自分の声がもう自分で言うの恥ずかしいですけども、若いしみずみずしいって思ったの。だからね、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思って、はい、ご紹介させていただきました。あとは前回お話しできなかった大塚明夫さんと一緒にゲスト出演しましたフジテレビの生放送のポカポカ、はい、番組をご覧になった方からメールが届いてますのでご紹介したいと思います。長野県のトゥルーラブさん、いつもは NHK が流れている職場のお昼時、しれっと11時半頃からチャンネルをフジテレビ系列に変え、同僚みんなでポカポカ見ましたよって、ありがとうございました。そういう時ってドキドキしない？私のことを同僚の人たちがどんな風に語ってるかって、なんかそういうことでこう身内気分でドキドキしたりとかしませんか？大丈夫でしたか？兵庫県ののこた花丸さんから、ポカポカ見ました。タクシーに乗ってる時のお話で ETC 料金案内後、声をかけそこを右にお願いしますの声が鳥肌でした。もし街で偶然のんこさんが近くにいるシチュエーションがあったら絶対声で気づける自信があったのですが、これは全く気づけないだろうなと思いました。最後の肉チャレンジ 373g 南さすがでしたって、ありがとう。茨城県七夜の願い星さんから、ポカポカ見ました。牛肉コーナーは大爆笑でした。切ったお肉を元の場所につけたり外したりしているのんこさん面白すぎです。本当よね、なんであんなことしたんだろう。私うっかり計量器にお肉を置こうとするのも笑いが止まりませんでした。あ、やっぱりのんこさんって自然と周りを笑顔にさせる何かを持ってるなと思いました。しかも最後に 373g みなみちゃんを引き寄せるあの強運、あまりにすごくて何度も見返してます。やめてあれはね、本当に自分でもなんであんなことしたのかちょっとわからないんですけど、自分の行動の理由が自分でわからない感じなんですけど、でも皆さんに喜んで楽しんでいただけたなら本望です。埼玉県のんこのパパさんから、ポカポカポイポイトーク見ましたよ。レジェンド声優なのに大塚明夫さんはとてもチャーミング、のんこさんはサービス精神満点でした。オープニングのゴリエさんとの絡み最高でした。もうゴリエさんのね、あの視線熱かったですよ。でも私ね、テレビでよくゴリエちゃん見ててね、生で見ても可愛いなってなんか思っちゃって、そんなゴリエちゃんに見つめられたらね、やっぱりやっちゃうよね。絶対やっちゃうと思う。ワンピースの波役オーディション結果待ちで夢膨らませてダメでしたにえーいと投げ出すのんこさんぽいなっていや私ってそんな感じ。お買い物の時花澤香菜さんの声に反応されたのんこさん、声って本当に不思議ですね。理屈じゃない、のんこさんの声を初めて聞いた時からその魔法は続いてますってね。その声を聞いた時には中身がこんな面白い人だとは思わなかったでしょう。長野県の南風さんから、先日のポカポカ見させていただきました。大塚さんとのトークや桃太郎では三役演じたりと日高さんの凄さを目の当たりにしました。もし主役の桃太郎をやってたらどんな風にやったかなと思います。肉を切るコーナーでは 373g と日高さんと南ちゃんは切っても切れない縁だと思いました。また後日小学校での講演会の記事も読ませていただきました。小学生へ生で語りかけたり一緒に朗読したりと羨ましいなと思いました。日高さんの今後の活動も応援していますと。本当にね、あの1週間私にとってとっても濃い1週間だったんですけれども、でも本当にポカポカの明夫さん、ちょっとだけよそ行きな感じがして、それがすごく可愛らしいななんて思ったりとかして、でね、 CM とかの合間とかに大塚さんが結構咳払いとかされていて、私ね何度も3回ぐらいね、テーブルの下にお水置き場があって、そこに大塚さん専用のお水があったりして、そこにお水ありますよって
言うんだけど、大塚さんはね、うんうんって言って、でもね飲まなかったの。だからね、あれなんで飲まないんだろうって思ったけど、もしかしたら若干こうなんていうのかな、あの緊張されてたのかななんていうふうに思ったりとかして、なんかそんなね、いつもと違う、いつも堂々としてるイメージがものすごく強いので、なんかそういうちょっといつもと違った一面をね見られたということにね、ちょっと胸がキュンとなったりとかしました。でも本当あのポカポカに出させていただいて、トークもさせていただいて、まあ、最初からそのなんて言うんでしょうね、あのもしかしたらその声をね、あの誰かがやってっていうかもしれませんよみたいなことはあったりとかしたんですけれど、桃太郎をやるっていうのはすごくなんか後の方で決まったことで、なんか私自身はもうやるって聞いた時から自分が桃太郎だと思い込んでいて、ねね、まさかまさかまさかの明夫さんが桃太郎でボスキャラだとはっていうところが、ね、すごくしびれましたね。でもなんだろうな、絶対によそでは聞けない、アニメでは絶対にその本当に正統派のなんでしょうね、あのクリーンなヒーローっていうのはなかなかこう明夫さんがやる機会ってないと思ったので、あ、これは絶妙なキャスティングなんだなとかってね思ったりとかして、はい、なんかねすごく楽しかったですね。なんか自分もやること精一杯だったりとかしたんですけども、一番パニクったのはやっぱりお肉ですよねあのどうしても勝ちたいっていうんじゃなかったので、あのまあ、前日にねちょっとお肉屋さんに行った時にステーキをこう切ったって、あ、これで 200g なのかとかって思ったりしてね、であの面積とその厚みっていうのがあるじゃない、だからその面積がこのくらいだったらこのくらいの厚みで 200g、 面積がちっちゃくなったらもうちょっと厚くて 200g みたいな感じのを見たんですけど、ちょうど 300g はなくって、でもねあのこんなぐらいかなって思った中で切ったんですけれども、少し反省してるのは、大塚さんの切り方めちゃくちゃ丁寧で美しかったでしょ。私ね、ああいう時に急がなきゃってなんか思っちゃうの、ちょっと焦っちゃうのね。だからあそこももうちょっと優雅にね、ちょっとこう包丁を丁寧にこう動かしたらよかったなって思って、なんか自分の動かし方が雑だなと思って、すごくこうあのシュンとしちゃったりしたんですけれども、まあでもね、一番最後の最後で 373g が出たところでね、あ、日高のり子の挽回力ここにありだなと思って、どんなに失敗しても最後になんか一ついいことがあって、それで拍手もらって、なんか全てなかったことに見たくなるなんか昔からそうやって生きてきたなって思ってなんかね、いろいろね自分の人生をね振り返ってね、いろいろ考える機会にもなりました。そしてその、翌日だったのかな、小学校の方にね、あの行かせていただいたのは、もう本当に何て言うんだろう、小学校6年生 の生徒さんたちの前でだったんだけど、もう私っていう年齢がさ、お母様たちよりもずっと上なわけだから、小学生のみんなが私にのその言葉をねどれだけ聞いてくれるかなとか、私の出演してる作品やっぱりこう深夜帯のやつとかちょっと見づらいよなと思って、小6とかだとやっぱりこうなんだろう、デジモンとかね、ポケモンとかね、あとはなんだろうな、カードゲームのやつあるじゃない、ああいう感じのかなと思ったんだけど、そういうのに出てなかったもんだから、なんかちょうどいいのがないなと思って、まあやっぱりがんこちゃんの話しちゃったよねっていう感じがあったんですけれども、でもね、あの最後は本当にあの代表者の皆さんと一緒に朗読をしたりとかして、まあ、とにかく本気を見せたかったっていうところがちょっとあって、仕事をするってこういうことなのかなっていう風な、なんか楽しく皆さんとやるっていうのも一つだったりとかしたんだけど、なんかちょっとそういう一面も知ってもらって、職業としてね、今声優がなりたい職業の上位に来てるっていうお話も聞いていたので、仕事場を見せるみたいな感じのことが少しできたらいいななんていろんなこと考えながらね、やらせていただきました。いい経験になりました。で最後なんかこう、今回のねスタッフの方があの私とお別れするときに、日高さん給食食べたかったですかって、なんかすごく唐突な質問だなって思ったんですけど、あの、今回ちょっとあのそこまで気が回らなくてすいませんって、もしあのお望みでしたら次回こう機会があったときにはあの給食ぜひ召し上がってくださいと言われたので、ぜひよろしくお願いしますって、そこは食い気味でお返事をしておきましたまあ、あの今回もそうなんですけど、あの最近ね、あのいろんな取材とか
私が受けたりとかするじゃないですか。そうするとね、まあ、ゲストでもって伺う時もそうなんですけれども、スタッフの方たちが私の本転職は声優を必ずね、こう資料としてね持ってきてくださるんですよね。で、それがすごく嬉しいなーなんていう風に、思っていて、今回ね、その小学校江戸川区立中小岩小学校の図書室の方にもね、転職は声優を一冊ね、置かせていただくことになって、はい、生徒の皆さんがね手に取ってね、読んでくれるといいななんていうふうに思っております。この転職は声優のりこひだか .com の公式ストアでの在庫はなくなってしまったんですが、出版社をはじめ書籍の通販サイトではもちろん購入可能です。特典ページ付きの電子書籍版もありますので、ぜひぜひ皆さんお手に取ってご覧になってみてください。よろしくお願いします。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。さあ、それではメールの方行ってみたいと思います。今回のメール投稿のテーマは食欲の秋ということで、秋の味覚です。では皆さんからのメッセージを紹介します。埼玉県のんこのパパさんから、私のおすすめはやっぱりサンマです。最近はなかなか大きなサンマには出会えていませんが、焼いたサンマと大根おろしに醤油をかけてビールで乾杯が最高です。私が食べた後は猫が食べたみたいに綺麗とよく言われます。魚好きの人ってそう、食べ方が綺麗なんだよね。長野県のトゥルーラブさん、海なし県に住んでいる者にとってサンマとかカキとか海産物にものすごい憧れはありますが、やはり身近なところでは新そばでしょうか。さすが長野県。長野県内各地では新そば祭りが開催されています。そばに新しいも古いもないんじゃないのと思われがちですが、全く違いますよ。あの香りがたまらなく好きです。やっぱり新そばは香りが違いますよね。味っていうよりもこう鼻に抜ける香りですよね。長野県の南風さん、私の住んでいる長野県は食材の宝庫です。私の推すのはリンゴです。我が家ではこの時期の食卓やおやつにリンゴがよく出てきます。長野県にはたくさんのリンゴ農家があるので、休日に道の駅でいろんな農家さんのリンゴを食べるのも楽しみの一つです。ちなみに長野県にもオリジナル品種があり、秋葉えシナノスイートシナノゴールドです。もし長野県産のリンゴを買う機会があればこの3つを食べてみてくださいということで、シナノスイートとシナノゴールドはよく見る。でも秋葉えっていうのはね、スーパーとかではね見かけたことがないから、もしかしたら県外にはあまり出回らないっていうやつなのかもしれませんね。機会があればぜひぜひ食べてみたいと思います。石川県のさくらさんから、私の好きな秋の食材といえばリンゴです。特に秋になると美味しくなるので、せっかくだからとアップルパイをよく作りますって。いいですね、リンゴのあの蜜が入ってるやつがすごくなんか甘酸っぱくて私大好き。兵庫県のこた花丸さんから、秋の味覚はもうこれ以外思いつきません。焼き芋です。去年購入した焼き芋メーカーを今年も早速使い始めています。最近ではコンビニでも焼き芋が発売されていて、自宅で作るより断然そっちの方が美味しいんですよね。なので自宅では焼き上がっていく香りと経過を楽しんでいますって。そう、スーパーのね、なんかこう入り口近くのところでね、美味しい焼き芋焼けましたみたいな感じであって、すごくあの匂いにそそられますよね。なんかもう石焼き芋屋さんがね、街をこう練り歩く時代は終わったのかなって、なんかちょっと寂しい気持ちもあるし、で焼き芋もなんかすごく専門的になって、いろんなそのお芋の種類があって味も違っていて、その焼き芋にハマってる方たちはその違うお芋の種類のホクホクさとか甘みとかいろんなものをね食べて楽しむっていうことで、いや私が子供の頃食べていたあの焼き芋屋のおじさんが焼いていたお芋は一体どの品種だったんだろうってなんか思ったりとかしますよね。今回のはちょっと黄色くてしっとりしてたとか、今回のはちょっとだけパサついてたなとか、なんか当たり外れがあったりとかしたような気がしますけど、でもちょっとパサパサしてるのにはバターを塗ったりとかしてね食べるのも美味しかったですけど、いや懐かしいお話。そしてこちらは大阪府ちゃちゃちゃの茶太郎さんから、秋の味覚といえば松茸でしょ。来ました、高級。香りはキノコの中ではナンバーワンだと思います。特に土瓶蒸し、すだちを少し絞ったものは最高のお味です。そう、土瓶蒸しは美味しいよね。もうほんとお汁はいつまででも飲んでられる。鹿児島県の白熊に噛まれるよりマシさんからです。
誰が何と言おうと栗に決まりです。この時期はモンブランを求めてケーキ屋さん巡りが楽しみです。栗ご飯も美味しいですよねって、本当に美味しい。絞りたてモンブランっていうのも好きだし、あとあの栗をこう潰して、なんだろう、栗巾着みたいなのあるじゃないですか。栗を栗の形に戻すみたいなやつ、あのお菓子もものすごく美味しいですよね。なんか素朴な感じがして。和歌山県の鬼山さんから、秋は根菜が美味しいですよね。私の推し根菜はごぼうです。今年はごぼうチップスやごぼうのポタージュスープ作りに挑戦するつもりです。だってすごい、ごぼうのポタージュスープなんて飲んだことない。でもごぼうってちょっとこうなんか土臭いイメージがあるからね、牛乳と合わせたらどんな感じになるんだろうって思うけど、めちゃめちゃ健康的ですよね。飲んでみたい。東京都のカブトガニさんから、私のおすすめはカツオです。この季節の戻りガツオは脂が乗っていてマイウーです。ニンニク、生姜、みょうが、大葉、小ネギ、いろんなトッピングとともに堪能していますって。私もカツオのねたたき大好き。あの玉ねぎを薄くスライスして、それを下に敷いて、その上にカツオを置いてね、まあ、大葉を置いたりとかして、ニンニクたっぷりがいいですね。なんかちょっと疲れた時にね、そのニンニクとともにカツオをポン酢でいただくのが大好きっていう感じがありますね。いやー、なんか本当に秋は美味しいものがたくさんありますよね。私もね、秋に一度だけは必ず栗ご飯を作ったりしてます。前はね、なんか皮ごとの栗をね、買ってきて剥いたりとかしてたんですけども、今は本当にもう簡単に剥いた栗と、もうこれを入れて炊けば大丈夫っていうキットを買ってしまってるんだけど、なんかちょっとね、季節のものをこう味わいたいなっていう思いがあって、なんかそんな風にチャレンジしています。まあ本格的に作るもよし、ね、お手軽にそういうキットなどに頼って味わうもよしということで、自分の、まあ、できる範囲で秋の味覚を楽しみたい、そんな風に思っている今日この頃です。今回もたくさんのメールありがとうございました。次回更新分のメール募集のテーマは芸術の秋ということで、おすすめの画家とかイラストレーターさんとかキャラクターとか、そういうのどうですかね。私ね、実はね、昔ね、楊小明さんっていう方の便箋がものすごく大好きで、なんか割と森の中にポツンと小さい家が建っているとか、なんかそういうなんか自然を描いた感じのイラストがすごく大好きだったりとかするんですけど、まあ、岩崎千尋さんの絵にハマってた時期もあったな、絵はがき集めてた時期もあったし、そういうカレンダーを買ったりとかした時期もあったし、だからなんか皆さんがそういうことでお好きなイラストレーターさんとか画家さんとか、こんなキャラクターとかこんな絵とか、うちのカレンダーはこんな柄ですよとか、なんかそういうなんとなくこう芸術にっていうと引っかかってくるようなものでお話をいただけたらと思います。今なんか巷ではね、ちいかわも流行ってるみたいでね、ちいかわ好きの方たちを最近よくね耳にするんですけれども、なんか私が知らないキャラクターもあったらね、ちょっと知りたいなーなんていうふうに思ったりしてね、 LINE スタンプのキャラクターでもいいんですけれども、なんかね、こういうの可愛いですよとか、素敵ですよとか、癒されますよとか、なんかそういうものを教えていただきたいなというふうに思っております。メールの投稿はのりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。ひだかさんのおうちでラジオ、ひだかでラジオ、おうちでラジオ。最後にお知らせです。2023年12月、2024年1月と朗読劇2作品に出演します。まずはプレミア音楽朗読劇ボイサリオンセブンティーンスプーンの盾、公演期間は2023年12月7日木曜日から30日土曜日、会場は日比谷シアタークレーです。最近ね、劇版の音楽が載った PV が公開されたりとかして、私初めてなので、わ、こんな素敵な音楽のところで朗読劇ができるんだなんて、ちょっと気持ちが高ぶりました。総勢38名の声優たちが日替わりで出演ということで、私はそのうち10公演に出演いたします。どの回もね、いろんな組み合わせがあるので、
本当にあの皆さんね、あのお好きな組み合わせの日を選んで、私が出てる日を見に来ていただけたらとてもとても嬉しいです。スマイリング会員限定のチケット抽選先行受付は昨日10月18日に申し込み終了となりました。皆さんたくさんのお申し込みありがとうございました。抽選結果の発表は来週10月26日の予定です。そしてね、ここまでにね、ちょっとなんかまだ日程が決まらなかったよということで申し込めなかった皆さんはですね、ぜひあの予定がついてから一般発売をね、あのお待ちいただければというふうに思います。よろしくお願いします。そしてリードピアリーディックシアター鳥かご、こちらの開催日は2024年1月13日土曜日14日日曜日の2日間です。結末がすべて違う昼夜2回の全4公演ということになります。会場は品川のクラブ X、 出演は私日高のり子、そして木村良平、佐藤拓也、山口勝平、林優。鳥かご公式サイトにて10月23日までオフィシャル一次抽選選考受付中です。こちらもものすごく楽しみ、スプーンの盾とは全然違うテイストの物語になるので、なんか両方見ていただくとね、なんかまたちょっとこうなんて言うんでしょうね、年末年始いろんな日高のり子の、キャラクターが見られるっていう感じがするんじゃないかなと思って、ぜひぜひあの芸術の触れる機会として選んでいただければいいなと思っています。公演概要やチケット一般発売に関する詳細は各公演の公式サイト公式 X をご覧ください。最新情報はのりこひだか .com でも更新していきますのでご確認ください。この後更新されます日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、ポカポカの裏話として牛肉ぴったんこチャレンジのこと、そしてほぼオールキャストが参加したミックス2の打ち上げのことをお話ししたいと思います。キーワードはお肉です。さあということで今回もお聞きいただきありがとうございました。なんか急に寒くなってですね、あの風邪なんかひいてる方たちも増えてきているようです。皆さんね、乾燥してますので、うがい手洗い忘れずに、あの健康を保って、はい、元気に2023年、あと残り少なくなってきましたからね、お過ごしください。今回もお聞きいただきありがとうございました。お相手は日高のり子でした。それじゃまたね、バイバイ。日高さんのおうちでラジオ@YouTube。